はい、皆さんこんにちは。今日はね、こちら四区の方に来ております。もうね、大通りがね、渋滞がすごくて、こちらのね、細道をね、突っ切ってね、行っておりますがね、今日はね、これからね、四区にある有名なね、バンミー屋さんにね、行こうと思ってね、日曜日午後ね、こちらの方まで来ております。ただ本当にね、もう渋滞がすごいよ、日曜日でも。いやいやいや、ずっとね、行きたかったバンミー屋さんが四区にありましてね、そちらの方にね、今から行きたいと思います。それではね、行きましょう。ただこの道初めて通ります。こちらね、ウィンタンヒエン通りですね。こちらに見える通りね、この通りにございます。ちょっとね、小さな通りなんですけど、こちらの右側にね、あります。このお店、美味しいバンミー屋さんね。向こうの方に大きい通りがあるんですが、あそこがすんごい混んでるんですよ。まあそこって言われても皆さんね、どこかわからないと思うんですが、そこまっすぐ来てね、こう右に曲がる、はい、来てください。このね、カムフンですね、バンミー住んで、このバンミー屋さんとても有名なんですよ。これなんか日本語が話せるみたいですよ。日本語話せますか？ちょっといえ、ちょっとだけ。ここのね、豚肉入り、この骨付き豚肉入りの、あ、チョンワカ、ハロー、シンチャオ、ニハオ、ニハオ、あら、ニャパン、チョンワカ、中国、マイハ、中国、上海、上海啊，哇，上海的人，嗯，那来自，哦，有鸟啊，哦，什么，一样，一样的，呀呀，中国の方も撮ってますね、中国のライブしてるみたいですよ。ここのあのバンミー、この豚肉が入ったものがものすごい有名でね、バンミースンと言います。これぜひね、食べてみたいと思います。はい、これ豚肉ですね、はいはい、ありがとう、ありがとうございます。日本語を話せますか？ちょっとだけ。で、まあ、北京ティニャットですか？北京ティニャット。桜学校へ行きます。あ、今、桜学校。いいですね。今、桜学校に行ってるみたいです。勉強してるみたいなんでね。ぜひ来て日本語を話してみてください。見てよ、この豚肉。これは、バンミースンとバンミーボーラロットと、あと何がありますか？種類。バンミーシューマイ。バンミーシューマイ。バンミーシューマイね。バンミーファラワ。バンミーファラワ。あー、4種類。ボロワ。あ、オッケー。カムフン。あ、オッケー。こちらいただきました。ボーラロット。私も以前食べたことあるんですけど、こちらをね、あのバンミーに入れて食べることもできますのでね。いただきます。ジューシーでうまい。これ手作りみたいです。シューマイ、こちらがシューマイになってまして、こちらもバンミーに入れて食べることができます。はい、バンミーシューマイラバンニワ、はい、ボンバラマ、わかんないラジボボボベナ、おー、ちょーい、これトワン大きいね、これもバンミーありますか？バンミーボビー、この牛肉のハンバーグみたいな、こちらもね、バンミーに入れて食べることできます。4ハンバーガーに来たらね、全部食べちゃってください。私は食べたのはこちらでございます。はい、こちらちなみにね、午後3時からやっているということなのでね、朝はやっておりません。お気をつけください。それでは注文して待ちましょう。こちらの方でいただきたいと思います。ましたよ、これすごいよ、重い。皆さん持ち帰りがね、多いみたいですけどね、こちらでいただきたいと思います。すごいわ、これボリューム。これ何、いくらするんだっけな、これ。これこのたっぷりのお肉と、見てください、あと高菜と
あと少々の草が入ってますけどね。このボリューム、いい匂い。とにかくね、バンミーのパンがね 1.5 倍ぐらいあるかな。すごいよ本当にね。私ね、長くこれが食べたくてね、なかなか4区まで来ないんですよ、遠いので。なのでね、今日はね思い切って来まして、こちらいただきたいと思います。いただきます。大きくてね、ちょっとね身までたどり着けるかわかんないです。このねタレとねお肉、うまい。パンとあって優勝だわ。お肉もねちょっと一かけらぐらいしか食べてないんですけど、それでも十分うまい。これはやっぱ混むわね。ここ本当に有名で、あのいろんなね、まあ、ベトナムローカルに YouTuber とか来たりして食べたりしてね、あと他のバンミー特集とかでもやられたりしてたんですけど、うまいっすよ。パンのボリューム的に言うと、キックのグインチャイ通りにあるバンミー屋さん、あのなんだっけな、名前フェンフォアでしたっけ、そのぐらいボリュームがあります。パンもまたねパリパリしていいわ。一つ買って二人で分けても十分。やっぱバンミーにはこのコールですよね。皆さんこうやって待ってますね。さっきの人なんて何個、今 1,2,3,4,5,7 個持ち帰りでね買ってきましたね。すげえわこれ。これ今4時なんですけど、お腹減らないねそんなね、夜まで。やっとこの草までたどり着いたんですけど、この草もまたねお肉と合っていいよ。ニラとキュウリ、あと酢漬けのね大根とかそういったのも入ってるんで、うまいね。私結構ラッキーな時に来ましたね。お客さんがどんどん増えていくね。今日日曜日だからかな。すげえ、みんなやっぱいっぱい買ってくんだねここね。大きいお肉飯に乗っけても十分うまいと思いますよ。やっぱ豚肉だね。これいくらぐらいかな。普通でバンミーだと2万ドンぐらいだから、まあ3万5千ドンぐらい。豚肉が炙られてさ焼かれてるから、その炭の味がこう一緒にふわっとしてきてね。やっぱり有名なだけありますね。これはあかなりバーニューはもう買えん。バラマン、わーお。これもね先にちょっと値段聞いたんですけど、一つ3万5000ドンでした。私もあのぴったんこカンカンしました。スパ等しくもらいたいわ。こちらグンタンヒン通りっていうんですけど、4区のね結構1区からも離れてるところなんで、ちょっと来にくいよね。あとねこちらに来るね通りがすっごい混むんですよ。今日日曜日だったんですけど、平日でもねあの通り混むんで、でもね食べる価値ある。最高じゃんこれ。いいね。あ、やば、5秒ルール。あのぐらいの大きい豚肉で、ね、こういういい匂い出してるお店ってなかなかないよね、バンミー屋さんでも。でこうやってさ、なんかバンミー屋さんに行くと、もうほらもう切ってあった具材がああいうショーケースの中に入ってて、でそこをこう取るじゃないですか。ここの場合はほらもう本当に今日焼きたてがね食べれるから、最後までお肉ぎっしり。高菜の入ってるバンミーもそこまで多くない感じしますけどね。最後まで美味しい。豚肉のこの炭火で焼いた
味がファーっときて、あと高菜が入ってるバンビって私の知る限りそんなにホーチミン市内多くないと思うんですよね。あの高菜、あのちょっと酢漬けになってる漬けた高菜が入って、あと豚肉の香ばしさ、あのコンビネーションがすごいわ。これ1個35,000ドンか。まあね、もちろんあの普通のバンミーだと2万ドンとかでね食べれちゃいますからね、高めですけどね。ただあれだけのお肉入って焼きたてですからね、最高だったわ。美味しい。うん、あとね、あのおかみさんの方と、あと若い女性の方も非常にね気さくにね、うん、話してくれたりとか、ちょっと日本語ねできるみたいなんでね、それもね OK、 いいですよね。うん、はい、今ねお会計いたしました。35,000ドンとなってます。本当にね、あのこのおかみさんとね、この方が、この女性の方すごくね優しいです。はい、ぜひねこちら四区に来たら来てみてください。はい、ごちそうさまでした。それではね行きましょう。はい、こちら今日ねやってきましたのはねグインチャイ通りですね。こちら行ってですね、この通りにありますこのバーフィンね、このパン屋さん、バンミー屋さんも非常にね有名ですけれどもね、今日はねこちらの方でねバンミーの方を買ってね食べたいと思います。こちらね右の方に行くとねおなじみ VBN ですねありましてね、向こう側行くとねレイタントンとかベンタンマーケットの方があるんですが、もう非常に中心地にあるね有名なバンミー屋さんとなっております。それではね買っていきましょう。なんかあれですね、なんかバンバオとかね肉まんとかソイとかも売ってますね。こちらはねバンミーのねダクビエットと、あとこれ大きいサイズなのかな、ビッグブレッドってありますけどね、やっぱりねダクビエットの方ね、こちらの方頼みたいと思います。肉まん、バンバオもこちらの方売ってますね。向こうの方でまたパンをねこちらの方で焼いてますね。美味しそう。こちらの方でねパンの方、バンミの方買うんですけどね、隣がカフェになってまして、こちらの方でもね食べることができます。今回ねこちらの方で食べたいと思います。こちらね隣のねお店からね持ってきてました。こちらこのもうねパンがね大きいよこれ。でこの備え付けのね野菜さですね、でこの手袋がね下にあるっていうね、もう大きいんでね手袋を使ってね食べてください。皆さんではいただきます。まずこのデカさ見てください。今回あの店員さんに聞かれたのはカットするかどうかって言われて、これカットしないままでもねいただくことできますのでね、ただカットしてもらった方がいいですよ、でかいんで。うわ、こぼれちゃった。このボリューム。すごいですよこれ。見て、具たっぷり。これはね、あの一つ買って二人で分けた方がベストですね。十分です。中、この具、すごいよもう。おしぼりも2つついてきますね。手袋、このパテが塗ってあって、あとチャーシューですね、あとこのジャーですねありますね。これはねちょっと折ります。草は自分でねこうやってアレンジしてください。この酢漬けの大根ね、あと人参、あとこのニラねあります。こうやってすごい、これ唐辛子もありますけど、辛い人はぜひ食べてみてくださいね。もうねパンがねこれ見てパリパリだよ、すごいわ。それではねいただきます。うまいわ。パテの味かな、本当に
まろやかで味がすごいですね。今ね肉だけしか食べてないんですよ。野菜までいってないんで、ちょっとね野菜と一緒にいただきたい。素晴らしい。ちょっとね下の方にパンのクズが落ちて汚いんですけど、こんなことどうでもいいよ。うまい。値段もそこそこしますけど、それでもこのベトナムのバンミーを思いっきり味わえますね。うめえ。本当にうまい。ちょっとね、うわ、これねもっと野菜入れてもうまいわ。ちょっとねもう具が大きいからね半端ないや。他のお客さんはね2つ買って分けてますね。それで十分だよ。本当にパンがパリパリや、最高。うん、うまっ。もうコンビネーションが最高だね。私来た時はほとんどお客さん店内っていうかこのちらで食べてる人いなかったんですけど、満席だよ。私がねカメラ使ってるせいでもう一つテーブル使ってるんでね、ちょっと早めに食べましょう。あ、そうです。食べる前はもう大きいから一人で全部無理かと思ったんですけど、いけますね。これすごいよ。もういや野菜のっけていきましょう。すごいわ。いやこれこの大変になってます。これやばいよ。もうどんどんお客さん入ってきてるんで、ね、早めに食います。ちょっと一口で入らないです。ここの番組屋さんで、ね、皆さんぜひ来てください。本当にうまい。すごいよこれ。もう目の前満席です。なんだろうこのもうこの具とさ野菜とさパテとパンのこのコンビネーションがすごいよね。やっぱ混むだけあるね。すごいわ本当に。やっぱり外国人の方に人気ありますね。一組だけベトナム人の方ですけど、あと全部海外の人。最後一口満足。ごちそうさまでした。うまい。本当にお腹も味も満足。先ほどは見ていただいた通り一つパンね、あのダックビートで6万7000トンになりますのでね、ぜひね皆さんベトナムホーチミン来たら中心部にありますのでね、こちらのバーフィンさんの方でねバンミー食べてみてください。ごちそうさまでした。それでは混んでるんでもう行きましょう。はい、皆さんおはようございます。今日はね日曜日の朝にねこちらねグインチャイ通りの方に来ております。グインチャイ通りのねバンミー屋さんといえばねこのねフェンフォア、もうね皆さん来たことある方いらっしゃると思うんですがね、こちらの方でバンミーを買ってねいただきたいと思っております。行きましょう。前来た時ねここで食べれるところなかったんですけど、できたんですかね。ちょっとね今回はパンだけ買ってで、どっかのカフェに行って食べようと思います。なんか前に来たよりもすごくあのなんだろうな、システマチックというか綺麗になってますね。バンミーラクビットもう買え。今回ねバンミーのダッキエットをね、6万5000ドンですね、なってます。もうね結構あれですね、待ってますね皆さんね。
こちらですね、こちらの方の店内でもちょこちょこっとテーブルがあって食べれる感じになってますけどね、隣の方では結構ねテーブル多く置いてたんで向こう側の方がいいかもしれないです。ただね今10時50分なんですけど本当に混んでます。外でも待ってる人がいますね。さすがこの有名バンミー店、買いました。5分ぐらいでね買うことできました。バンミーフェンファー、そうなんだ、もう本当だね。なんか前はね一つのお店でこう売ってたんですけど、こうやって今2つのお店というかね、こっち店内用になってますね。それではね買ったんでカフェに行きましょう。こちらのカフェに、ね、やってきました。昔ながらのなんかね古民家っぽいカフェなんですけど、もうねすごいいいところありますね。 VTS1 こちらになってましてね、なんかねちょっと昔ながらの古民家っぽいね、古民家っていうかあれですけどもね、昔のこうなんだろうな感じをテイストを持ったねカフェになってますけれどもね、今回ねこちら外でねこのバンミー食べたいと思います。隣にはね日本から昨日来たねボスがいるんですが、ボスと一緒にちょっとねいただきましょう、はい、いただきます。いただきます。はい、いただきたいと思います、はい、これ見てください、大きいし重いし、皆さん開けます、すごいよこれ。これがねダックビット、あのバンミーの特別バージョンですね。すごいでしょこれ、美味しそうですね。美味しそうですね、はい、これをじゃあいただきましょう。あとね中入ってるのはねこのね草ね、いや野菜です。こちらがね入ってて、これを自分でこのパンの中に入れていきます。はい、あとこのね手袋ねいただいていきましょう。ナイス。はい、で今回こちらに頼んだね塩コーヒーね、はい、初トライです。いただきます。どうぞ。塩コーヒー初めて。うん、美味しい。どうですか。うまいっすね。うまいっすか。ない、かったです。日本にないです。日本にないですか、うん、よかったです。これです、求めてたのはこれです。求めてたのはこれ。塩コーヒー美味しいですよね。でもここちょっと高くて1個5万8000ドンとか1杯、普通だったら1万5000ドンとか、あ、うん、でもまあこういう場所なんでねしょうがないですけど、こちらでね美味しいです。最高です。やっぱね塩味ある。塩味ありますよね、うん、そう、塩気があります、ね、はい、じゃあちょっと入れていきますか。私入れてっていいですか。あ、もうもちろん。もうね野菜がすごいですね。さあこれ2枚欲しかったですけどね、僕が1人で買いに行ったから。あ、なるほど。1つしかもらえなかった。もう豪快に入れていきます。チリも入ってますね。ちょっと辛いかもしれないですけど。美味しそうですね。美味しそうですね。これ具材でいいですか。あ、もう全然大丈夫です。はい、行っていいですか。行っていいです。ちょっと変なになりますよ。もう全然 OK です。口に入れば一緒です。すいません、キュウリは切れない。キュウリは切れない。これね、あの頼んでね、カットしてもらってください。はい、最高です。うまいな、これサブウェイだ、サブウェイ。サブウェイですね。うまい。うまいですよね。優勝。優勝ですか。ぶっちぎり優勝ですね。普通 の, あの外のバンミーとはちょっと違いますよね、うん、うまいんだよねこれがまた。それではこちらのパンいただきます。見かけが悪いですがね、重いよ半分でも。いただきます。このバンミーもうまい、もう絶妙にうまい。もう中に入ってる具とねマヨネーズがね結構効いてる感じがする。うん、うまっ。私ね今回あの3つお店行ってバンミー食べましたけど、個人的にはやっぱフェンファーさんのパンが一番好きかな。味が濃くてやっぱマヨネーズとパテのこの相性がすごいうまいね。全部まあうまかったですけど、強いて順位をつけるならやっぱこのクイーンフォアさんのパンがね、私にとっては私のナンバーワン。ちょっと本当ですね、塩味がちょっとね効いてて上品なコーヒーですね本当に。
うん、うまい。日本にないんで、うん、あ、まあ、ほとら1万5千丼とか2万丼で売ってるあれとは違うね、上品だから。ちなみに私ね、今日このサイゴン T シャツ着てますけどね、なんと後ろはね、後ろは今回はね、バンミーに敬意を表してね、バンミー T シャツ着ております。はい、うん、まあでも僕の場合これあれだな、半分じゃちょっと足りないな。やっぱり日曜日の朝にね、バンミー食べながらコーヒー飲むっていうのもいいですよね、本当にね、最高ですね。この近くにあのポンカフェっていうね、前私ダナンで間違ったあのカフェがあるんですけど、ココナッツコーヒーが有名な、そこ行ったんですけど非常に混んでてね、このカフェもそこに近いんですけど急遽こちらに来たんですが、このカフェもね、ほんとね、着いた時ものすごい混んでましたね。やっぱりカフェ文化だしね、日曜日だとね、ほんと皆さん朝ねカフェ行っていろんな方と話したりしてね過ごされるんですけどね、やっぱりいいよね日曜日朝、最高。お、もう食べ終わりますね。うまいです。鮭とね、マーガリンとか何人ですか、すごい滑らかでね、大丈夫ね。最後一口いただきます。皆さん普通の人はこれでお腹いっぱいになりますから、その人は異常ですよ、ね、私異常みたいです。もっと食べたい。また塩コーヒーがいいね。うわ、美味しかったな。まあまあ、私もホチミン長く住んでるんですけど、あんまりフインフォアまで行ってね、バンミー買って食べるってことないのでね、本当に久しぶりに食べれて美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はいはい、そういったことでね、ごちそうさまでした。バンミーね、非常に美味しかったです。いや、今回ね、まあ3店舗ね回ったんですけれどもね、どのお店もね、先ほど言ったように非常に美味しかったんですが、皆さんね、ホーチミン来ましたらぜひね、バンミーの有名店ね、歩いて行ってみてください。朝飯にもぴったり。そういったことで今回ね、バンミーの旅でしたけれどもね、いかがでしたでしょうか。それではこちらね、日曜日のホーチミン朝になっておりますけれどもね、この辺で失礼したいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ごきげんよう、さようなら。